佐渡キチャンネル,チャンネルクライマックスシリーズ第2戦総チェックというところで、えー、昨日のですね、えー、クライマックスシリーズ初戦総チェック急上昇ランク入りありがとうございます、えー、ご視聴いただきありがとうございます皆さんチャンネル登録とグッドボタン忘れずによろしくお願いしますねというところで、えー、今日もしっかり見ましたけども、まあ、結果から言えばねソフトバンクの 6対4で勝利、2連勝というところでアドバンテージも一緒あって、えー、3連勝という形に、ねえー、なって、日本シリーズ進出に決まりました。ソフトバンクファン、おめでとう。そしてソフトバンクホークスの選手名さん、賭け宗さん、おめでとうございます。というところで、まあ、結果から言えばね、6対4、まあ、戦前ね、金曜日の動画でも言いましたけども、やっぱりロッテが、ね、勝つためには、えー、先発がなんとか頑張って、2点以内に抑えて、ロースコアのゲームでミスなく勝っていけば、 ワンチャンスあるかなと、えー、その中でやっぱり打ち,だ、ね、打ち合いになってくると、さすがに、えー、ロッテとしては立ち打ちできないかなというところでねソフトバンクの勝ちになりましたけども、まあ今日でいえばね、じゃあきはソフトバンクからいきましょうかね、まあ、ソフトバンクで言えばね、2回裏、中村、初球、ライトへのツーランホームラン、グーッと、ねあのー、なんとですね、初球です、初球をライトへホームラン、えー、そして4回の中村、ここで逆転ツーランを打つんですけども、カーブ、ボール、そしてツーシームボールで、 スライダー、ツーボールからのホームラン、これもファーストストライク、えー、よくですね、さ、えー、がですね中村晃は初球、えー、振ってこないと、9割方振らないと、ランナー、得点圏とかにいると、打ってくる可能性があるけども、基本的に振らないっていうね、いうことを言ってましたけども、それはですね、僕がまだ現役の時だって、今じゃないっていうね、っていうところと言い訳をしながらですね、えーまあ、見てみるとですね、まあ昨日の試合もね、4打席中、3度ね、 初球もししくはファーストスストトライクを、ね、スイクねングしてきてるんですよねで今日の打席も全打席見ましたけど、まあね、初球からね打つきまんま、もう甘めに来たら打つぞっていうようなタイミングえ、振りそうな形でボール球を見逃していくっていう形を見ればあ、これはもういつものスタイルじゃなくて、ファーストストライクから、えー、見逃してこないなっていうのはね、正直、見てたらすぐ分かることだと思うんでね、まあ、ここを、まあ、ロッテベンチがどうなのか、ロッテバッテリーがどう思ったのかっていうところは、まあ、正直そこまでは分かりませんけども、あの中村晃の、ね、対応っていうところを見ていけば、 まあ初球から甘いところファーストストライクから甘いところに行ったら、えー、打ってこられるなっていうところはねまあ分かるような感じでしたけど、まあ、それを見逃したのか見つけられなかったのか、まあ、はたまた甘くいってしまったのかっていうところでねそこをきっちり中村晃が2本のツーランホームラングッバッティングねで逆にですねマリーンズバッテリーはバーッとそこら辺もうちょっとね、えー、観察しながら考えたかったなっていうところもありますし4回裏ね中村晃のホームランのあとすぐねマッチが今度は初球のチェンジアップ高めに浮いたところを レフトへのソロホームランというところでね、まあ、欲しいところで一発が出る、そして7回にはね、シュートのタイムリースリーベースっていうところで、まあ、ソフトバンクはね、2回、4回、7回と得点、まあ、10安打打ちましたけども、まあ、このね、3本のホームランが非常に大きかったなと、まあ、東山がね、苦労しているところで、しっかりね、一発で勝ち取れた、まあ、ソフトバンク打線のね、反、まあ、物だったかなっていうところも、えー、ありますね。 いいところでもあり悪いところでもあるところがまあ結果ね 悪いところろに出ててしままっったかなっていうとここがありますね、まあ、これまでの戦いの中でもシーズン中ねあのフォアボールが少ないっていうところでねあのストライクにどんどん投げ込んでいく甘いところでもどんどんストライクを投げ込んでいきながらカウントを整えて勝負していくっていうところがね、まあ、チェーンの持ち味、まあ、10年前とね違ってやっぱり球速も落ちますし変化球のキレっていうところはねやはり前世紀に比べると落ちる中でもストライク先行で勝負しにいきながら自分の得意の球で相手を抑えていくっていうスタイルの中シーズン中はね どどんどんストライク、ボール先行しようが初球だろうがどんどんストライクを先行することで対応できたっていうところはあったんですけどもき、まあ、今日のソフトバンク打線はねその甘い球をもう見事に打ち砕いたっていうところで,でその中でまあチェンもね、えー、自分のスタイルを崩すこともできなかったっていうところ、まあ、崩すべきところでもないんですけどね、まあ、通用しなかったっていうところがね、まあ、一番の要因かなっていうところで、まあ、そういったね えー、ソフトバンク打線の甘い球をしっかりし留めるっていうバッティングがねこれ一発も含めていい方向に働いた逆にチェーンはねどんどんストライクを取っていくっていう自分の持ち味が逆にあだとなって一発でね試合をひっくり返されたっていうような、えー、内容に見えましたねさあ続いて、えー、攻撃で言えばですねロッテ まあなんといっても今日12安打、ソフトバンクよりも多くのねヒットを打ったところで、ですね、まあ、初回ね、ね荻野の初球、レフト前ヒット、そして藤原フォアボール、でここでね京田がバントで遅れず、バスターのねヒッティング、中途半端なバッティングになりましたけど、この中途半端なバッティングが功を奏してね、ピッチャーゴロでランナー進塁で、ワンアウト2、3塁、リアスだがツーシームの甘いところを宇宙間へタイムリーツーベース。 でその後菅野がフォアボール中村デッドボールでワンアウト満塁で福田が、えー、内野ゴロの間に、まあ、ゲッツクくれて1打点でその後田村が三振、まあ、ここ3点取ったんですけど、まあ、よく取ったんですけども正直もう1点欲しかったですねこの東山の立ち上がりが悪い中でバタバタしてるコントロール定まらない球は荒れまくる甘めにくる中で、まあ、3点ねよく取ったんですけどもよく言えばこのワンアウト満塁でもうあと1点2点ね後続が続いて。 まあ点が取れればねよかったかな、まあ結果論になりますけどね、っていうところのビッグチャンスでしたね、そして2回、ツーアウトから藤原がセンター前ヒット打って、でこうすかさず通塁、スタートよかったですね、もう完璧にホームを、ね、盗んで、グッド通りっていうところで、でその後清田がね、えー、ショート内やんだ、内野安打、ツーアウト一3塁になって、今度は安田がね、えー、膝元のボール球、振らされて三振。 こうチャンスを生かせずそして3回もうね初回2回戦がどんどんチャンスがくるっていうところで、まあ、3回菅野はね内野安打そして中村バント決めきれず。 でヒッティングに変えて、セカンドフライで、福田セカンドフライ、田村センターフライと、まあ、こういった、ね、バンドをきっちり決めきれない、まあ、清田の,、ね、あの初回のバンドもありましたけど、あれ結果的にね、その後のなんかピッチャーゴローになって、進塁して滑れだんでね、良かったですけども、こういった中村も、ね、バンドを決めきれない、クライマックスシリーズとか日本シリーズ、短期決戦になった時に、こういったことをしっかり決めきれないと、やっぱりこリズムっていうかね、打線に流れがね、生まれないかなっていうところで、まあ、バンドが決めきれないのは非常に痛かったかなと。 で4回、ワンアウトから荻野がレフト前、藤原、ライト前で、ここで荻野がね、三塁まで行って、ワンアウト、一、三塁、3対2で1点リード、よし、ここで突き放すぞっていうところで、ツーエンドツーから盗塁アウト、バット、バット、これはもう超バット、本当に。まあ、楽勝でアウトっていう形にもなりましたし。 2エンド2からストレートが若干高めに浮いたところを甲がね、すかさずセカンドスローで、えー、完璧なスローでね、アウトにして、まあ、ここは絶対1点取らなきゃいけない、盗塁するんだったら100、100%セーフになる、えー、形で盗塁しなきゃいけないのに、まあ、サインなのか自己判断なのか分かりませんけども、まあ、若手の勢いだけでやっていいプレーじゃなかったかなっていうね、でその後京田がね、フォアボール、安田がね、三振ってなって1点も入らず、えー、これで一気にね、ちょっと流れが変わったかなっていうね。 今日1試合の中でこここだね一番のキーポイントはこれで結局流れが変わって、まあ、その裏に、ね、中村の逆転ツーラン、えー、松田のソロホームランと、ね、試合をひっくり返されるってなりましたけどもこの盗塁アウトがこのゲームのすべてを決めたかなっていうぐらいの非常に大きな盗塁、えー、アウトになったかなとあのまま待っていけばねひょっとしたらワンアウト満塁で安田っていうところも考えられたんで非常に、えー、もったいない、まあ、反省すべき盗塁だったかなと。 で安田にしてもね、えー、スリーボールからツーアウト、一、三塁でね、次、アウトコースのストレート、えー、見逃し、で、インコースのストレート見逃し、で、最後、外への進化、ボール球を三振っていう、何がしたいんやっていうね、バッと、やっぱ4番バッターだったら、まあ4番じゃないんだけどね、まあ本当の4番バッターになるんだったら、もう最悪、あのスリーボールからのアウトコース、ストレート、思い切って打ちにいくぐらいの気持ちが欲しかったかなと、まあそれ見逃しても、次のうちのスト,ラックストレートね、これも逆球。 力がないところを振りにも行けずっていうところで、まあ、その前の膝元のスライダーが意識あったのかどうか分かりませんけどもあそこ両方を見逃して最後ねシンカーのボール球を振るっていうね最悪なバッティングえまあ今日ね安田は5打数3安打打ってますけどもここで欲しいところでこの2回の凡退っていうのは非常に痛かったかなっていうねチームの流れ的にはもったいなかったかなっていう感じがしますね。そしてて続いて5回にもまた ビッグチャンスが来るこんなななな展開なかなかない、ね、5回菅野がフォアボール中村センター前ヒットというところでノーアウト一・2塁5回逆転されたその次の回5対3からもうすぐ1点でも取って追いつきたいもう,もうね1点を取って1点差もしくは2点取って追いつきたいはたまた3点取って逆転かっていうね流れの中でここ福田えバンドかなと思っていればバンドせず、えー、三振。 でその後田村、ファーストファールフライ、で藤岡、セカンドゴロ、まさかの無得点、ここも痛かったね、えー、2インニング続けて、ここは正直、福田、バントで良かったんじゃないのかなと、えー、福田、バントで田村のところに、もう代打、角中で、ここで勝負で、5回、ここで香山は多分出てこない、でまあまあ、香山が出てきても、角中はね、そんなめちゃくちゃ左ピッチャーを苦にするタイプじゃないんで、他の左ピッチャー出てきても、さほど影響ない。 まあその後ね、柿沼佐藤とキャッチャー2人いたんで、この勝負で出てよかったんじゃないのかなとね、この強攻策に出て無得点っていうのも、非常に痛かった攻撃に、ね、なったかなと。えー、そして6回オロはねセカンドゴロ シュートがね中途半端なワンバウンド送球で中村が取れないでね、結果ないアンダ打になりましたけど、まあ、あれは実質エラーだね。まあ、ソードバンクも勝ったからいいけども、ちょっとそういうところの、ね、バタバタ感、修正していかないと、日本シリーズでジャイアンツにねっていうところもあるんでね、ここから修正してもらいたいなと。ノーアウトでランナー出るも、藤原三振、清田五・四三、ダブルプレー。ね、で9回、えー、森が出てきてき 藤原が出塁して清田三振そして安田センター前角中フォアボールで満塁になってからの中村三振佐藤センターフライと、まあ、ここでね一気にいけるかどうかっていうねここで打席にねどういう気持ちで入ったかっていうのが大事やって、まあ、2005年の僕の形で言えばどうやってあの三郎がアウトになった後を打席に向かったかそれはねもうこういう気持ちネクストから打席に入るときにああ神様はやっぱり俺が決めろって言ってんだな って思いながら打席に入ったここで打たなきゃとか打たなきゃ負けろとか打ってやろうとかそういうのじゃないもう神様が俺に決めろって言ってんだなっていうぐらいの気持ちでっていうかまあそういうもう打てることへの自信しかないっていうね形で打席に向かってまああの決勝の逆転タイムリーねツーベース打ちましたけども、まあ、ロッテの選手がねチャンスでどうやって打席に入ったかっていうところもねまあ あの気になるところでしたけども最後もね、えー、1本出ず、えー、6対4敗戦、まあ、本当にね、今日の試合も、き、まあ、昨日もそう、まあ、工藤監督がね、えー、監督インタビューで言ってましたけども、昨日の試合も今日の試合も、正直ロッテは勝ってたね、なんかちょっとね、足りないね、でもその足りないところを補えたら、勝てた、非常に惜しい試合、逆に言ったらソフトバンクはね、そこを力ずくでもぎ取った2連勝っていうところでね、えー、非常にソフトバンクとしては、いい形のね、2戦になったんじゃないのかな。 逆に、えー、ロッテとしては嫌な感じの、ね、2連敗になって、まあ、終戦というところになりましたけども、まあ、あと詳しくねもうちょっと細かく、えー、対戦成績の中で、えー、感じるところを言って、ねまあロッテ打線で言えばね荻野が5打数3安打藤原4打数3安打で3番京田4打数1安打番あー4番安田5打数3安打2打点とねこのしっかりね上位は打ってるけどもこの安田にしてもそうだけども。 ここ一の欲しいところでもう1本出なかったっていうね、えー、バッティングがやっぱりその得点を積み重ねなかったっていうところにもなりますし、えー、逆にね、えー、ソフトバンクは3番柳田4番グラシアル5番栗原がノーヒットっていうね柳田3打数レーン,アンダーグラシアル4打数レーンア0安打栗原3打数レン,アンダークリーンナップはねロッテ投手陣きっちり抑えたんですけども6番デスパイに中 ね、4打数3安打7番中村4打数2安打4打点2ホーマーそして8番松田3打数1安打1打点1ホーマーと下位打線のこの繋がりと一発でね一気にやれたからと逆にこの678ロッテはどうか中村が4打数1安打1打点でも最後いいところで凡退福田が4打数0安打田村が4打数0安打とヒットがね出てないっていうところも。 またね苦しい展開になったかなと、まあ、そういったねちょっとの差がやっぱりね短期決戦をね勝ち負けにね非常に影響するっていう形になりましたし、まあ、チェーンはね今日3回3分の149球並安打 1, 1三振、えー、無四球5失点この無四球っていうところがねストライクどんどん取っていくっていうスタイルなんだけども、まあ、そこがソフトバンクをねしっ,としっかりしとめたっていうねで東山は4回79九並安打4三振、えー、3四球1デッドボール3失点この3四球1デッドボールでね塁を貯めて7安打って塁貯めてんだけどロってがか最後の1 ポン出ないっていうね、このまあ両者の違いがね。 えー、その1球をしとめたソフトバンクその1球をしとめられなかったロッテ打線っていうところが、まあ、試合の勝敗をね喫したかなっていうまあ総括で言うと、まあ、やはりこの2戦ともに、まあ、ロッテは、まあ、僕が感じるねやらなきゃいけない野球が全くできなかったと、えー、先発ピッチャーも踏ん張れずねマは踏ん張ったけどもその後の中継がねフォアボールで、えー、ピンチを招いて、えー、内野だ打ね一本でやられるで打線においてはしっかり打てたけども 結局最後の1本を打てるか打てないかっていう中で最後のここ大事なところの1本をロッテはなかなか打てなかった。 そのね、さっきも言ったイニングの中でのどこか1投でも1本勝負どころで打ってたらひょっとしたら試合の流れは大きく変わったかなっていう中で、まあ、勝ち負けがね、ついたまあでも短期決戦って、ね、そんなもんなんだよねここ1で打てるかどうかこの1本無二の1本を打てるかどうかっていうところが、えー、試合の、ね、勝敗に関わってくるっていう中でそれをものにしたソフトバンクさすがの強さだったなっていうところもありますしそれをものにできながらロッテやはり12球団最低打率っていうところが結局最後こういうところで響いてくるっていうね。 出塁、まあ、率を上げたとしても殺意。 まあ結局はフォアボール、チャンスは作れるけど、やっぱ打率っていうところの最後、1本決めれるかどうかっていうね、その違いっていうのが、えー、勝ち負けに大きく影響したかなと、来季に向けては、やはりそのチーム打率っていうのを、まあ、フォアボールを取ることも大事だけども、そもそもの打率っていうのを持ってあげるようなことをしなきゃいけない、でもその中でね、藤原康だと、えー、3安打打った2人がいることによって、さらなる来年のね、活躍っていうところは期待値もありますし、来年のね、野球も楽しそうだなっていうところもありますけれども、まあ ソートマンコはねこの勢いに乗って日本シリーズまた巨人を叩くのかっていうねっていうところが注目ですけどもまあ日本シリーズもね や総チェックやっていきたいと思いますんで皆さんぜひ、えー、ご期待くださいで最後にですねあ言い忘れたことありましたここに書いててねこれはもう戦前の、あのー、メディアとかね雑誌のインタビューでも言ってるんですけども土日がねロッテみまふたきかふたきみまだと思ってたんですよね僕はでそこが日曜日ねチェーンっていうところで、まあ、敗戦になりましたけどもふたきがね今季、まあ、自己最高の9勝3敗そして昨年からソフトバンクには7連勝中でペイペイドームでは2017年途中から 7連勝中とあのソフトバンクにもっぱら強い勝ち星を上げてきて今年もいい流れで投げてきた中で、まあ、投げなかったた、まあね、られ場になっちゃうんであれですけども、まあ、チェンが、ね、勝ってたら2っていうところがありましたけども、まあ、日曜日ね 2着で投げてもらったかったなっていう個人的な見解だけを言ってですね、えー、終わりたいと思います。ということでクライマックスシリーズは、えー、初戦ソフトバンクそして2戦目ソフトバンクソフトバンクの2連勝そしてアドバンテージ1勝があるという形でソフトバンクの勝利結果、えー、6対4でソフトバンクの勝利勝ち投手モイネロ西武森そして負けチェーンウェインそしてホームランは中村晃2回裏ツーランそして4回裏ツーラン で、松田、4回裏、ソロホームランとていう形になりました。以上、佐々木智也、総チェックでした。日本シリーズもご期待ください。